じゃあまず最初に第2セットの登場はゼッケンナンバー9番成田城選手。さあ成田選手はねアシスタントなしで走ってますからね、そうですよね。ここら辺までね、ものすごく通じてきてますね。見せてますね、オーバーという感じがすごいですね。ただここをただ頑張って、ここからどう攻めるかですね。彼は横からですね、いい横からでも、いいから入ってます、いいやから。ここまで見事な走り。さあそして問題のセクション後半です、まあ、ここもね同じところから入るみたいな、滑ってしまう。さあここまでクリーンできています。そしてこの難関、さあ同じラインです。さあ、そしてこの先もう一つ。左に降りてから。今のはゲートマーカー溢れてしまいました。さあ、続いてはデッキナンバー16番平田隆弘選手。今の先ほどうまくいったライダーが、ね、見本になってるので、ちょっとひねるとね、若干マシになる。ちょっと空中でひねればいけるかもわからないね。さあここまでセクションクリアいません。 IAS 25秒。できるだけフロントタイヤを高くしてひねると。続いてもスーパークラスです。続きナンバー13番岡村雅俊選手。さあここまでクリーンできている。そしてどのラインか。同じラインだ。ここでタイムアウト。最後はちょっと時間が足りませんでしたかね。
が控えたいということですね。さあ前半テンポよく、おっとバランスを崩した。さあ30秒残して後半セクションです。はい、いい作戦だと思います。さあここは1点減点しながらも前に行く。ここからですね、ゲートマークが結構近いんでね、で当たらないように。さあ行った、2点でクリア。今のいかがだったでしょうか。さあここまでクリーン30秒残ってますね。まあ、ここはキラ選手と同じラインということですね。アキラキラ多分かなりフロント上げていかないとコントロールが難しいですけども、クリーンできない。さあいったいった、さあクリーンまであとワンカップ。いやまあ、優勝できるサイドはね、優勝できるサイドは最後のね出口でもああいうミスはあんまり起こさないですね。でも最初低くペース上げていってますよね。早いです。さあいいペースできた。さあそして後半セクション注目のポイント、どのラインでいくか。同じラインですね。ちょっと成功してるライダーが増えてきたんですね。グリップも良くなってる感じが見えてきたんですよね。さあここから高く上げてきた。さあここクリアなるか。10秒。2
点でクリア。まあ1点ずつもらいながらですけども、お見事でしたね。そうですね、うまかったですね。さあ、そして続きナンバー1番小川智之選手。さあ、ここまでの最小限点が1点。グリーン見えるか。ライン的にはね、今のラインが結構修正功してるんですけど、ライン的にはね、さあ、とにかく綺麗なライディング、小川選手。さあ、このラインだ。さあ、そして席ナンバー15番、15歳の内川。